来月久しぶりに家族みんなで公園に行かないか。父が死んだ。お父さんが何年ぶりかに私たちを誘い、それを断ろうと決めた日、父は帰らぬ人となった。いいじゃん、見せてよ。賃貸契約書？アパートの鍵？いい年して近所迷惑も考えないで。何これ。問題は何のための部屋かよ。家族がこんな状態なのによく別居しようなんて。あなたもしかしてミクちゃん？ねえ、あの女の人のこと探そう。なんで？ここにいたお父さんのこと知ってるのあの人だけかもしれないじゃん。お父さんのお葬式出なかったこと気にしなくていいからね。むしろ正解。ミクです、はじめまして。ミクちゃんか。お父さんの言う通りいいお嬢さんだ。何これ。ミクちゃん、何そんなにムキになってんの？私泣いてないんだ。お父さんが死んだって聞かされた時もお葬式の時も涙一粒も出なくてさ。お母さん後悔してる。お父さんのそういう気持ちあんたたちに分かってもらえなかったこと。それはあの人の性分なんですから。それに私のことを信頼してくれてたんだと思います。本当に素晴らしいいいやつでした。やだ見て、お父さんカレンダーに印つけてる。怖っ。